はいどうも、タクタクです。おむすび、やっていきたいと思います。さあ、おばあちゃん。綺麗になったね、ひなっこ。お。ぽっちゃりだけど、かわいい、綺麗でしょ。さあ、行きましょう。ぽっちゃりだけど、全国のぽっちゃりさんを、まあもう、敵に回したかもしれない。最近はね、僕は割とふくよかな女性も、好きですよ。も本当にね、女性を敵に回す発言ばかりしてますよ。もう、そういうね、あれですよ、もう、無神経なことばっかり言ってはいけません。はい。こういう、なんていうのかな、言葉の端々から失礼が滲み出る人っていうのは、あ、なんか、待って、静かな、いますよね。デリカシーがないと。あ、ここ汚れを父ちゃん、ここがみそぎ場だよ。わー、綺麗なところ。ねえ、さないちゃん、おばあちゃんがここに私を連れてきたってことは、うん、みそいで体を清めてこいってことじゃないかな。そういえば、いっささんも私の体の中に汚れがって言ってたよね。それにおばあちゃんが言ってた、私をここまで連れてきてくれた人って。それじゃあ、私はここら辺散歩してるから、お姉ちゃんはのんびり使っておいでよ。あ、うん、あれか。イッサじゃなかったんだ。じゃあ、くっついてた、ひなこにくっついてたやつは。ごゆっくり。あれは汚れだったんだ。なるほど。あ、ありがとうございます。またひなこちゃんのフォーマンボディを見ることが。ちべたいけど、なんだか不思議な感じ。心地よくてふわふわする。子供の頃についてたっていうあのやつじゃないか、ちゃうのか。またこの階層。こんにちは、いつものお供え物です。お前さんはいつもおむすびをくれるね。え、そうですか。だって美味しいじゃないですか。おかげさまで今年も豊作で村の皆も喜んでいます。時神様のおかげだって。ほほほ、そうかい、そうかい。いつもお前さんからおむすびをもらえるのは私の楽しみだからね。ふふふ、いつも村を見守ってくださりありがとうございます。私はよかったらまた持ってきますから、これからもずっとずっと見守っていてくださいね。ああ、私は見守ることしかできないけど、次にお前さんが来る日を楽しみに待っているよ。わあ、綺麗な朱色。これ私にいいんですか、こんな高価そうなもの。もちろんさね、お前さんみたいな美人によく似合うさ。それとだ、その紐飾りには汚れを払う力を込めておいたからね、しっかり持っておくんだよ。汚れを。ああ、お嬢ちゃんに危険があった時にはその紐飾りが汚れを払ってくれるさね。ありがとうございます時神様。そうだそうだ、代わりと言っちゃなんだが、その時神様って呼び方やめてくれないかい。名前、いや、何ですか。勝手につけられた名前なんだか、私にはもうちょっと洒落た名前がいいね。そしたら私、次に来る時までに考えておきますよ、とびきり素敵なものを。ああ、よろしく頼んだよ、楽しみだね。はい。いっさこの後首までもがれてしまう、生贄にされてしまう。時神様、今日は遅かったね、来るのを心待ちにしていたんだよ。時神様、私どうすれば。そんなに急いでどうしたって言うんだい。ごめんなさい、もう私ここへ来れないです。どうしてだい、そんな寂しいこと言わないでおくれな。ごめんなさい、ごめんなさい時神様。いたぞ、こっちだ。さっきのっていうか前回のあれですね。早く捕まえろ。私も行かなくちゃ。待ちな、一体何があったって言うんだい。今までありがとうございました。お前も、お話もいただいた紐飾りもここにいる時間が、私今までで一番幸せでした。おい、そんなこと言うんじゃないよ。最後に私、これだけ伝えたくて、考えてきたんです。お約束した時神様のお名前。あなたといるとほっとするから。イッサなんてどうですか。素敵な名前でしょ。
きっときっと大丈夫ですよ。おむすびには縁と縁をつないでくれる力があるみたいですし、みたいです。えにしが導いてくれますから。だから、えにし、嘘だ。こんなの嘘だ。私のせい。私にもっと力があれば、村の飢餓を救えたはず。村の皆を、あの子を救えたはず。私が人の子だったら、何かを変える力があったはず。何が時神だ。何が産砂神だ。私は誰も救えないじゃないか。私は、疫病神じゃないのかい。これ辛すぎる。この葉イッサさんに、コノハさん、今の記憶は、そうか、そうだったんだ。やっとわかった、私。お姉ちゃん大変だよ。どうしたの、サナエちゃん。近くに天道隊の人が来てるんだよ。ここにいれば見つかっちゃうかも。じゃあすぐにおばあちゃんの家に戻ろう。うん。なんかあそこにあるけど。狭いけど先に進めそう。でも今早くおばあちゃんの家へ戻らなきゃ。はい。分かれ道やったよね。こっちから来たっけ。しずる貴様、自分が何をしたか分かっているのか。あ、かわいそう。人の子を逃がし、あまつさえ捜索を出しても、もう見つからないと聞いてる。天道隊が規律、定め事を大事にしていることはお前も分かっているな。はい。それを破った者にはそれ相応の罰が下されることも分かっているな。お姉ちゃん、私が留置場から逃げちゃったせいだ。お姉ちゃん、あの人助けたい？うん。お姉ちゃんは困って泣いていた私のことも助けてくれたよね。おばあちゃんはそこにいて、お姉ちゃんはそこにいて、私に任せて。え、さなえちゃん？シズル、私は新人のお前がそろそろに責任になる役割をと思い、あの人の子を任せたんだぞ。誠に申し訳ありません。俺は必ず人の子を見つけ、黙れ！いいか、シズル。この責任取ってもらうぞ。天道隊さーん、助けてください。道に迷っちゃってお家に帰れないよ。こんな時に。待っていなさい。今そちらへ行きますから。早く。くっ、このバカは放っておいて行くぞ。はっ、すごい。くそ、誰だ？貴様！あの時は逃げちゃってごめんなさい。そのせいで、しずるさんが。先ほどの娘をけしかけたのは貴様か？ごめんなさい。余計な真似を。貴様に逃げられたのは力が足らなかった俺の責任だ。貴様が心配するようなことではない。それより、よくのうのと顔を出せたものだな。俺に見つかったらどうなるか想像もしなかったのか。私、留守所に戻ることはできません。助けたい人がいて、帰らなきゃいけない場所があるんです。だから自分を見逃せと。はい。少子千万、何を言うかと思えばちゃんちゃらおかしい。天道隊は規律定め事に基づいて動く。道場市場ましては貴様のわがままなんぞで動くか。さあ来るんだ。嫌です。にゃー。の！猫が嫌いなのかな、まさか。にゃー。黒。ち、俺の邪魔をするな！お待ちなさい。おばあちゃんだ。その子に手を出すんじゃないよ。おばあちゃん。
おばあちゃんの到着までちょっと待とうか、こう、歩きながら話させるのもちょっといいから。戻ってくるのが随分と遅いと思えば、まったく話は全部さなえちゃんに聞いたよ。いいかい、天道隊は規律やルールを守るんだろう。それがどうだい、今のあんたらはたまたまと勝手に理由を押し付けて、可愛い私の娘を拘束しようとして、天道隊の規律ってのは助けられた霊王もまともに言えないことなのかい。人としての筋よりくだらない定め事を優先してどうするの。そんなんじゃお釈迦様が泣くよ。おばあちゃん、あなたはキヌさん。え、おばあちゃんのこと知ってるんですか。知ってるも何も、キヌさんは親切キヌちゃんと有名で、ですがキヌさん、俺にも立場というものがありまして。おだまりなら本当にひな子はたまたまなのか、天国への抜け道の鳥居でしっかり確かめてみればわかるでしょう。わかりました、彼女の監視を担当する者として最後までお付き合いいたします。行くぞ人の子よ。私の毛顔は人の子なんて名前じゃないのよ。はいキヌさん、行くぞひな子。おばあちゃんって天でもすごいんだ。はい。ばあちゃんも仲間になった。仲間になったんかな。ばあちゃんも一緒に戻れないかな。みんなで仲良く現世で暮らそうぜ。おかい汚れ払うかい。よっしゃ、こっちから抜けると、なんだこれ、何これ。あ、この紐は、この赤い紐飾りどこかで見た気がする。封印されてんのかな、この中に。合わせないだろうって言ってたもんだってね。あ、置いてったんだ。ここに来て置いていったんだ。この紐飾り、イッサさんがコノハさんにプレゼントしてた。うわ、どっち？持っていく。持っていかない方がいいのかな？悩ましいな、これは。なんでここに置いたかってことだよね。思わず持ってきてしまったが、果たして正解なのか。で、これで我々はどこへ向かえばいいのかな。あ、こっちか。うん。この先にはあのあれがあるのか。鳥、白い鳥居があるの。鳥居といえば朱色、まあ、魔除けってことですよね。魔を避けず入れることを許可する。でも鳥居だな、着いたぞ。ここが天国への抜け道だ。あ、なるほどね。そっか、これは魔除けですからね。朱色だからね。ここが、ひな子。何おばあちゃん。この鳥居をくぐってみなさい。え、この鳥居はね、死んだ人間は通れないの。もちろんおばあちゃんも通れない。キヌさんの言う通りだ。天国と天や俗世、別の世、世は死者は行き来できない。例外があるとすれば、神と天道体と死んでいない人間だけだ。ひな子がここを通れたら、たまたま天国へ行ってしまった死者じゃないと証明できるのよ。もしひな子が生きた人間だと証明ができるのなら、天道体の世の均等を均等をね、保つ役目として、属性までの道を案内する。だが貴様が死者としての証明をされたのなら分かっているな。それじゃあ、もし私がここを通れなかったら本当に死んだってことなんだ。もしそうなら私元の世界に戻れないし、イーサさんも助けに行けない。悩んでる場合じゃない。泣いてるだけじゃ、悩んでるだけじゃ前に進めない。私は一歩踏み出さなきゃいけないんだ。おー、生きてる。通れた。よかった、ひな子。おばあちゃん。どうやらお前の勝ちだな。私、まだ生きてる。生きてるんだ。しずるさん、私、しずるで会ってるのかな。天国に行く前に聞きたいことがあるんです。なんだ？天に、木の葉さんって女の人はいますか？桃色の着物を着ていて探しているんです。
いや、聞いたことのない名だ。でもここにいるはずなんです。いや、そんな名前は私も聞いたことないよ。でも嘘、イサさんはコノハさんに会いに天へ行こうとしてた。彼女がいないなんてそんなことないのに。ひなこ、時間がないだろう。そろそろ行った方がいいんじゃないのかい。うん。私がひなこを助けられるのはここまでだ。あんたひなこを頼んだよ。はい、キヌさん。ありがとう。少々荒っぽい交渉をしてしまったけれど、ひなこは私の大事な孫娘なの。だからどうかよろしくお願いします。それじゃあひなこ、変国へ行く準備はいいか？まだ行かない。何かまだやることがある気がする。何？急げ。お前には時間が残されていないんだぞ。うん。何かあるとか、戻れるのか。にゃ。ひなこ頑張るんだよ。こっちに戻っていいのかな。この紐を持っていって、これはあなたの、イッサさんからあなたがもらった紐ってこう、バシッとこう、見せれば。いや、ちょっとこれどこにいるかわかんないよね。探し、いやでも、親切キヌちゃんが、この辺にいないってことを、分かった。ここ抜けれる？抜けれないね。こっちとか行けんのかな？お、行けないのか。ちょっと、あの世散歩でもしますか。ちいたけおさんもいるかもしれないよね。あの世で、みんな仲良くやってんのか。あ、ここばあちゃんの家だっけ？ここが、おばあちゃんち。あ、その絵。よかった。お姉ちゃん無事だったんだね。うん、さなえちゃんのおかげだよ。おかげさまでこの通りだよ。あの後おばあちゃんも来てくれてね。さなえちゃんが話してくれたって言ってたよ。うん、天道台の二人を巻いた時にね、おばあちゃんが心配してこっちに向かっているみたいだったから話しておいたんだ。本当にありがとう、さなえちゃん。どうしたの、お姉ちゃん。何かあったの？元気ないけど。あのね、さなえちゃん、私さっきおばあちゃんと天道隊のしずるさんと変国への抜け道に行ってきたの。そこの通りで確かめてもらったの。そしたら私はまだちゃんと生きてるってことが分かってね。しずるさんが最後まで私の面倒を見てくれるからこのまま変国へ戻ろうと思うんだ。あ、私もお姉ちゃんと一緒に行く。さなえちゃんについてきてもらえたらとっても嬉しいよ。でもね、二人が言ってたの。天国や別の世界、世に一気できるのは天道体と生きてる人なんだって。私、さなえちゃんとさよならするのすごく寂しいよ。お姉ちゃん、わがまま言ってもいい？お見送りに来てくれるの、くれる？うん。さなえちゃん。これかな、やり残したことって。この感じ。ちょっとなんか回復は温存しておきましょうか。さなえちゃんを呼んでくるイベントが残っていたっていうことなのかな。でも天道隊もキヌばあちゃんも知らねえってことは多分知らねえんだよな。行っちゃっていいのかな。これってダッシュできないよね。ダッシュできないよね。なんか、あまりにもゆっくりだからさ、おっとりしてる性格の子だからってことなのかな。こっち行くとどこ行くんだっけ。あ、繋がってんのか。もう一回こっちに行ってみたら何かわかるみたいな。お前にはあんまり時間がないって言ってるのに、こんなところでうろちょろしてていいのかっていうね。もう返せないなぁ。いやー、ここから紐は取らん方が良かったんかなー。いずれ天へ行きたいってイッサも言ってたしさー。悩ましいですなー。これ戻るでしょ。通路が違うだけでこう行くとこ一緒なんだよね。
まあ行くしかないか。さなえちゃんに見送りに来て欲しかっただけかもしれんな。どうしよう、でもさなえちゃんワンチャン生き返ったりして。死んだ後にさ、棺桶に入ってからみたいなことありますよ。にゃあ。それじゃあひなこ、天国へ行く準備はいいか。うん。お姉ちゃん、さなえちゃん、ここまで私のこと助けてくれて本当にありがとう。さなえちゃんがいなかったら私ここまでたどり着けなかったよ。私もお姉ちゃんに助けてもらったもん。だから私もありがとうだもん。お姉ちゃん、絶対お家に帰ってね。それでたくさん美味しいもの食べて、たくさん好きなことして、たくさん生きてね。つら。うん。ひなこ、元気で。おばあちゃん、ずっと、これからもずっと好き。大好きだよ。うん、おばあちゃんも、ひなこのことが大好きよ。ずっとだよ。うん。ずっと、忘れないよ。だから、おばあちゃんも、私のこと忘れないで。うん。行っておいで、ひなこ。うん。ばあちゃんはひなこの中で生き続けるよ。成長した孫娘の姿を見れるなんて、私は幸せ者。ぼちぼち、次に行こうかね。待ってたのかもしれないよね、やっぱりね。自分の孫娘を見るためにね、ばあちゃんは。もしかして、お姉ちゃんが探してた木の葉さん、次に行っちゃってたのかな？にゃー。っていうことを踏まえて、生まれ変わりってことなのかな、木の葉は。っていうことを言うと、ちょっとやめよう、そういう深く掘るのやめよう。もたもたして遅れるんじゃないぞ。はひ。ひなこ、木の葉。ちょっと似てないか。この階段降りたら、イッサさんに会える。イッサさん。あの滝で見添えたおかげで私、やっとわかった。私が受けるはずだった汚れを全部受け持ってくれたことも。イッサさんがいないのに時の記憶ができたことも、小さい頃迷子になった私を助けてくれたことも、私がイッサさんの記憶を見れたことも。あ、ずっと私の中で私のことを助けてくれてたんだ。このままだなんて絶対に嫌だよ。待っててね、イッサさん。次は私が助けるから。絶対会いに行くから。おい、もたもたするな。どんくさいぞ。はーい。え、あれはなんじゃ。勘のいい人ならわかる？長えな。こんなとこ上がってきたわけで。どうやって運ばれたん？ひなこは。おい。はい。貴様はどうして、うぶつながみを助けるのか。続への道のりなら教えてやる。悪いことは言わない。そのまま帰った方が身のためだぞ。それでもイッサさんのところへ行きます。考えあるのか。うぶつながみは変国に幽閉されているままだ。どうなっているか俺にもわからないぞ。何かあったら天道隊のしずうさんを頼ります。はあ、貴様、天道隊を便利屋か、よろずやか何かと勘違いしていないか。してないですよ。私がどんくさくなったなら、すべて自分でできるかもしれないけど、なかったらね。私には頭も力もないから、でも今の私にできることは全部やりたいです。それに私のこと助けたらおばあちゃんが褒めてくれるんじゃないですか？絹さんを引き合いに出すとは卑怯だぞ。なんで照れてんだ？おばあちゃんですよ。
まあ人を好きになるのに年は関係ないですけど。だってだってしずるさん私のおばあちゃんのこと大好きじゃないですか。親切きぬちゃんとか言っちゃっておばあちゃん私のなんですからね。そこんとこ忘れないでくださいよ。ねちねちと嫉妬深いぞ。そんなこと承知の上だが、きぬさんは分け隔てなく誰にでも優しいんだからな。独り占めで生きる存在では。おしゃべりもここまでのようだな。お、なんか来た。着いたぞ。ここにうぶす長身が。イッサさん、イッサさんは？なんだこれは。どうしたんですか、しずるさん。牢は破壊されてる。それにうぶす長身がいない。え？一体どういうことだ。お、キスもどうやってあの心から抜け出した。私のご神体の心境が、壊れちまったもんで、ね、まあこれ言ったよね。しずるさん？なんだ？汚れがたまると危ないんですよね。ああ、変国にとどまり続ければ、神でも人でも例外はなく、汚れがたまり、耐えられず最後にはもののけに落ちる。だが、落ちたとしてもせいぜい小さなもののけか、肉塊になるだけだ。この牢を壊せるほどの化け物になり果てるほどではない。なんだっけ、めぐり町だったっけの祠にあるご神体の神経に壊れてたんです。だから伊佐さんは自由になったと、なったって言ってました。うぶす長身は、めぐり町、何町だっけの汚れを禊ぐ罰を受け続けていたはず。となれば、神経が割れたのもうなずける。あいつは、なんだっけこれ。幾度となく時を、巡り何度も汚れを払うことができる。そしてそれは膨大な汚れの量になる。神経が汚れに耐えきれなくなり割れた。あいつが持っていたのは変国で溜まるだけの量の汚れだけではない。奴の汚れが決壊し物のけになったとすなれば大変なことになったぞ。イッサさんどこ？イッサさんどこにいるの？おい、イッサさん、イッサさん。落ち着け、アホ。今のお前にできることは、慌てふためき、うぶす長身の名を呼び続けることなのか。ひとまずこのまま奴を放置しておくにはいかない。探すぞ。わかりました。どうか、どうか無事でいて、イッサさん。怪物になんかなってないでほしい、イッサ。目とか見てないですよね、それね。あ、ここだったんだ。すべて塵になっている。ひなこ、この塵に触れるなよ。ひどい汚れで人のお前の身には毒だろう。大丈夫か？はい。それより早くイッサさんを探しましょう。ああ。記録できる？あ、できるね。といったところで、今回はこの辺で終わりたいと思います。イッサを助けることはできるのか？はたまた。まあいいや。もう下手な勘繰り入れると面白くなくなっちゃうかもしれませんからね。はい、それではまた次回もよろしくお願いします。ではまた。